強化、聞こえているか。マルドギール様、ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにさ。今は制御室にいるな。はい、しかしキースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも可能だ。制御室の中央メインラクリマ、それに貴様自身が生体リンクするのだ。生体リンク。貴様自身がフェイス発動キーとなることでフェイスの発動を早めることができる。フェイスさえ発動すれば魔導士の無力化は無論、予想ではドラゴンの生命力も奪える。そしてマスター END が復活する。我々の勝ちだ。さあやるんだ。マルドギール様、こんな膨大な魔力とコナタの呪力を生体リンクさせたらコナタは死にます。それがどうした、死を恐れるのか。いいえ、タルタロスの悲願成就のためならこの命少しも惜しくありません。全てはゼレフのために。生体リンク完了。今コナタはフェイスの発動装置と一つになった。何？何のために？あいつ合体したの？フェイスの発動を早めるためか。単純な構図になったな。コナタを殺せばフェイスが止まる。フェイスが発動した後コナタも死ぬがな。大した自信だな。自分が負けることは想像していないというわけか。いかにも、そなたはまだ知るまい。旧気冷静点強化、真の姿、エーテリアスフォーム。そなたにコナタは倒せない。コナタの呪力は今日力を増して、時間ごとに無限に力を増す悪。食らうとよ。早く蹴りをつけねば、厄介だな。急ぐぞエルザ。分かってる。フォトンスライト、テイクオーバー。はっ、セイラの力を使う。勇敢。食らいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。ね、ウィル・フィール・デルス・エル・カンティア・ヤグド・リゴール。テイクオーバー。サタンソウル。殴っちゃおった。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。ラッシュ。フェイスキ、コナタの命は発動と同時に尽き、我々はすべてゼレフよりも。ゼレフの。人間の痛覚を強化するのだ。食らうとよい。ねえ、ウィル・フィール・デルス・エル・カンティア・ヤグド・リゴール。
フォトンスライド。お前は死を選んだ。仲間と共に歩く道を諦めた。黙れ。そなたの痛覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が走る。思い出すよな、エルザ、あの地下拷問部屋を。やめろ。ここまでなのか。このエルザが破れるのか。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。まずは資格を奪う。次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。これがこの世で聞く最後の言葉だ。これが完全勝利だ。我が魂尽きようとも人間どもに未来はない。そなたは殺さん。死より辛い地獄を味わうがよ。このまま冥王様の人形にしてやろう。毎日毎日ゆっくり時間をかけて心と体を一部ずつもぎ取られていくだろう。羨ましいな。ほら、嬉しいだろう。嬉しいですって言ってみろよ。あ、見えたとえ何を奪われようと、私の道を照らす光は誰にも奪えない。ありえない。何も見えなくて、何も聞こえなくて、私の中に光がある。仲間と共に歩いてきた道が私の明日を照らすんだ。何も恐れることはない。これしきのこと、痛みのうちに入らん。究極の痛みと友を失う痛みだ。バカな、見えてないはずだぞ。こいつエルズ、まさか聞いてないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚。ただこの剣を振るうのみ。よし。何度でも行くぞ。まずは視覚、次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。ただこの剣を振るうのみ。行くぞ。バカ者か。風船の鎧、風船の剣、乾燥。行くぞ。太陽の剣、乾燥。風船の鎧、風船の剣、乾燥。ユニティソードだ。行くぞ。カット。ユニティソード。これで終わりだ。王国の創建。ゼレフ署の悪魔が人間ごときに己。
ありえん。五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて通覚を極大に。コナタの姿は見えてないはず。コナタの声は聞こえてないはず。なぜコナタの場所が。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が発現したというのですか。もっと簡単に説明できるよ。デルタだから。納得。こいつ痛みは感じないのか。恐怖は感じないのか。強すぎる。妖刀紅桜。くっ。時間が。とどめを刺さねば。エルザが消える。